はい、こんにちは。まえちゃんねる前原です。マインクラフト PC 版、久しぶりにやっていきましょう。はい。で、前回ですね、スポナー見つけたね。うん。なんで、今回はスポナーのトラップ作っていきたいなと思います。はい、新聞近いね、近いね、めっちゃ近いな。じゃあ、行きましょうか。食料は？食料はね、あんま持ってないんだけど。僕は人参44個ある。あ、本当に？あ、そうそうそう、そこにね、階段をちょっとこさえたんで、そこ行きましょう。ありがとうございます。あった！あったね。オッケーオッケー。で、ここをちょっと拠点にしましょう。このチェストとか一回崩してさ、他のとこに設置しようよ。じゃあここに設置しようか。うん。あ、やべ、剣。縦横9マスで、高さ5マスのスペースを作んなきゃいけないのよ。なるほど。で、このスポナーだけはちょっと絶対破壊しないようにしなきゃいけないんで。なるほど。この下をまずちょっとこう安全で掘っていこうか。ああ、スポナー浮いた。浮いたよね。で、5マスだから、1、2、3、4、5。まあこれぐらい、これでいいんだ。うん、上の空間はこれで OK。だから、あと9マスかける9マスの横、うん、縦横の空間を作んなきゃいけないんだね。ちょっと待ってね。今ここどれだけあんの ?1,2,3,4,5 あるでしょ。あと2ずつ広げる感じ。うん。何？新しいレシピ解禁された。これ緑のカウコツ。そうだね、カウコツ新しいレシピが。こっち 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と、あれ、こっちにここまでか。よいしょ、ここまでだね。おう、あ、エメラルド発見した。え？あ、ほんとだ。嘘？偶然。取っていいですよ。ありがとう。びっくりだね。うん。よし、じゃあ、あ、間違えた。あ、経験値3になってよかった。じゃあ、これをこれで埋めて、これで9マスかける9マス、高さ5の空間ができました。うん。やった。あっという間。あ、ゾンビ湧いた。え？それは湧くでしょ、スポナー。ちょっと待って、明かりが足んないんだな、きっと。今はちょっと湧いてほしくないんで、消しとき、なるほど、ちょっと、あれしときましょう。うん、あ、びっくりした。いきなり湧いたから、目の前で湧いたよ。うん、それで、無限水量ができたんで、おっ。OK。そしたら、うん。石炭掘り終わった。そしたら、こっち側から流していくと。OK。OK ね。うん。で、こっち側も流す。バッシャン。よいしょ。あ、これで OK？ これで OK か。OK、OK。そしたら、ここ。ここに、21マス。21マス？そう、21マスの穴を掘っていくんだ。うん。これが、ちょっとミスないようにしないといけないんだけど、うん、下手すると落ちて死にますんで、うちら。だから、うん、ほんと注意してやっていかなきゃいけないのね。なるほど。で、ちょっと、目印とかをさ、ちょっと作っ、あ、何？何？目印とかをちょっと作っていきたいので、あ、やべ、湧いた、湧いた、湧いた、湧いちゃった。わ。大丈夫？あー、やべ、落ちた。あ、それでいいんだよ、それ。要はそれだよね、トラップって。あ、助けて、助けて！助けてじゃないぞ。はい。オッケーオッケーオッケー。あ、なんとかガードできた。じゃあちょっともうちょっと、この辺に。なるほど。あれをつけて。松明がないと。松明、脇潰しをしておかないと。まあ、エンチャントレベルが5になってよかった。あら、ゾンビ湧かなくなったよ。明るさが十分になったんじゃないの？よかった。一旦さ、これ、ちょっと、ゾンビ落ちてこないようにしといていい？どういうこと？こうやってやっとけば落ちてこないでしょ。うん。なので、これで作業を進めるってことか。そう、だってこれで落ちてきちゃうとさ、パパ死ぬもん。確かにね。そういう時は僕がお助けします。あれが1のラインね。うん。お、レッドストーン出てきたよ。え、嘘！掘っていい？掘っていいよ。おお、太陽。
おお、コンパス。うわ、めっちゃレッドストーン出てる。コンパス。コンパスが作れるようになった。1、2。ああ、レッドストーン終わった。レッドストーン28個もゲットした。ここが5マス。21マス。えいちゃんさ、上に行く階段みたいなの作ってもらっていい？あ、なるほど、わかった。暗くなってきたぞ。待って、9マス地方だ。あ、やべえ。どうした？岩盤に出ちゃった。やべえ、やべえやつだ。あら、こうなるとダメじゃん。こんな深いとこだったんだ、スポナー。ダメじゃん。岩盤掘れないよ。なんだ、しまった。あの、高さ見とけばよかったね。うん。そしたらちょっと予定変更だな、これ。うひょなんだ、ここまでやったけど。あ、エメラルドだ。エメラルドだった？うん。予定変更だよ、ちゃん、これ。どうしよう。じゃあ、溶岩を出すた、ダイヤモンド！ダイヤモンドだった？ダイヤモンド！ダイヤモンドだ！ちょっと待って、見せて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 。そう。あ、ほんとだ！ダイヤモンドだ！そう！やったー！やったー！あ、二人もある。あー、もうめちゃくちゃ。あ、横にもあった。1、2、3、4、4個。すごい。たまたまダイヤモンド見つけた。あ、あ、こっちにもある。え、こっちにもある。どっち？あ、こっち。あ、エメラルド発見。すごいね。あ、ほんとだ。わ、まだあるよ。え、すごいじゃん。テンション上がる、これ。8個くらい。これどうする？パパ取る？でもパパ取ってください。取った。じゃあ1個。2個。3個目や。4個。あ、8個あるね。あ、待って。あ、僕も1個ゲットできた。それパパ掘ったでしょ？うん。1個ある？じゃあ8個あったんだ。すげえじゃん。すごい。あ、エイシンはダイヤモンドを達成したって今見たよ。無駄に、あれだったね。無駄に掘ったら、出てきたっていう。よかったね、じゃあ。奇跡的に。そうですか。じゃあどうしよう。まずは、じゃあここは、一旦戻りましょうか。はい。どうやって戻る？ジャンプして。え、どうやって戻るの？こうやって。え？あるでしょ？あなたの石。あ、なるほど。その方法があったか。あ、やっぱいるいる。来た？そしたら、ちょっと ここ気をつけないといけないのが、パパ、これ落っこったら死ぬから。溶岩を流すタイプに変えようか、じゃあ。あ、溶岩を流す。なるほど。溶岩を流す。近くに溶岩。ポチッと押すと溶岩が流れるタイプ。あー、ボタン式？そう。僕が、僕が。OK。肉ゲッツ。これでどっちに流すんだろう。こっちから流す感じする。おおおお、水が来た。ここだ。ここにマグマ。マグマ。え、どういうこと？あ、その下にマグマってことね。そう。あ、それなら簡単じゃない。簡単じゃない。よし、で僕は経験値グッと貯めとくよ。貯めといて。あ、来てるね、どんどん。はい。はい、楽しい、楽しい、楽しい。じゃあ、エイシン君、頑張って。はい。パパ、行ってきますよ。ありがとう。ちょっと、そこ、どいてくれるよ、ちゃん。そう、溶岩流すから。あ、やった。ありがとうございます。あ、どうしたんですか？あ、やばい。あそこがあれだ。溶岩固まっちゃったら黒曜石になっちゃったんだ。ああ。どんどん逃げてる。俺が気がない。
ほんとなんで、切りないんだよ。何？中に入って、明るくしてくんの？そう、それしか方法がないから。分かった。オッケー。中に入って。あのスポーナーの周りにつけないとしょうがないよ。あ、なるほど。倒せた。もう一匹出たな。せい。よし。よいしょ。オッケー。えい。あとはあれだな。あ、エンチャントのなんかあったね。え、エンチャントなんかある？うん、あった。あと取っちゃった。一旦閉めるよ、また。で、ここをさ、まずこの黒曜石なんとかしないといけないじゃんね。よっしゃ。黒曜石どうやって飛んだっけ？ダイヤモンドを通販してたる。ダイヤモンドを通販して、まあ、作んないといけないじゃん。さっき取ったダイヤモンドで？そう。確かに、作るよ。トイレ買うの面倒だしね。わあ、経験値だ。めちゃくちゃ溜まった。経験値めっちゃ溜まった。めっちゃ溜まった。16まで。さっき11だったのに一気に16まで溜まった。よし、じゃあこれで黒曜石を。うわ、大変な戦いだった。黒曜石カットした。はい。あ、パコもなんかいっぱいもらった今。え、エンチャントレベル何になった？16だね。16。お、僕と同じだ。あ、そんなにいったやちゃんも。うん。オッケー。で、ちょっと待ってね。で、ここに、入れられた。うわ、出た。やべえやつだ。じゃあ。よし、じゃあこれでただ実験したいんだけど、今とりあえずこの。え？何？ナレーターすべて読み上げだって。わかった。とりあえずこれで、松明を取りに行かなきゃいけないんだよ。で、ここの端っこに穴を用意しておくんで、うん、ちょっとパパ今取りに行ってくんね。はい、よいしょ。まだ解禁されてないところね、マグマは。頑張って。一番上に。あ、湧いた湧いた湧いた。もう湧いたよ、気をつけて。気をつけらんない、今は。そう。ちょっと待ってね。あ、鉄のブーツ履いてる。ちょっと、はい。で、これで、こいつを解禁しよう。うん、開けちゃって。僕は解禁するよ。気をつけてね。はい。はい、あー！大丈夫？今、シャーってなる。オッケーオッケー。オッケー。で、とどめは、A ちゃんが刺せ。あ、あった。とどめ刺す前に倒しちゃったね。あら。で、僕はそこで待機する。おう。だって。あ、全部燃えちゃうじゃん。うわぁ、ちょっとちょっとちょっと、ちょっと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 あ、よかったぁ。あぶねぇ、ボールトムだった。あ、ダメだね。あぶねぇ。ダメだね、じゃあこのトラップ。嘘、燃えちゃう？燃えちゃうね。うひょー。ちょっとダメだな。うちらダメだな、えちゃん。え？まあいいや、とりあえずさ、調べよう。上に上げなきゃいけないみたいな。上に上げるって。水流エレベーターを使ってる。あ、こっちから来たよ、そっちから来た。え、嘘嘘嘘嘘。助けて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 。頑張れ助けて。あー、エレちゃんが溶岩遊泳を試みたって誰かが言ったけど、今シリちょっと待って、エイジンくんがゼンロス、ゼンロス、レッドストーンなど、ゼンロス。嘘でしょ。今僕、今いる。あら、炎が消えない。嘘。
せっかく苦労して集めたやつが消えてしまった。ちょっとこれやめようか。やりすぎたの。どこでしたっけ。一旦これ溶岩を拾いました。オッケー。ちょっとね、大切な品物が消えた。やっぱりね、間違ってたみたいなんで、しゅんくん、うん、ちょっとパワー戻りますわ。戻ってきた。え、なんで。何カチカチってんの。え、嘘でしょ。やめてよ。あ、分かってきた。肉で倒したよ。じゃあ肉で倒した。じゃあちょっと一回寝よう。お、溶岩遊泳を試みたばっかりだな、ちゃん。溶岩遊泳。はい。はい、ということで今回ですね、久しぶりにマインクラフトの PC 版やってみたんですけども、うん、スポナーのトラップ作る予定が失敗しましたね。うん、下に掘り下げていこうと思ったら岩盤があって、ありゃ。これね、よくよく調べたら上に上げなきゃいけなかったんだね。なるほど。そう、水流エレベーター使って上に上げて、で、さらに落とす。ああ。っていうやり方を今度はやろうか。うん。ちょっと溶岩のトラップ作ろうと思ったけど、あれじゃ全部なくなっちゃうもんね。そうだね。しかも、衛進君まで落ちてしまうというです、ね。全ロスしてしまった。最悪なことになってしまったので、ちょっと次回は気をつけましょうか。はい。ただパパはね、エンチャントレベル17までいったよ。すごいな。だからこれうまく使えば結構ちゃんといいものが作れそうだね。確かに。うん、じゃあ次回それやっていきましょう。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしていい評価もうちにも教えてあげてください。チャンネル登録もよろしくね。ということで今回以上でございます。バイバーイ。よし君肉持ってる。ゾンビ肉持ってジャンプしてる。